レポートはテレビ新広島の神田アナウンサー、実況森山でお送りしております。初回言うのはね、嫌な感じですよ。ああそうですか。その速いボールが近めに来ました。スリーボールの後ストライクを2つ通しました。結局見逃しの三振です。ああそうなんですか。だから見た目では本当に軽く振ったような気がするんですよ。はい、これがいいですね。悔いが残るんですよね。ああそうですか。しかし気がしますからね、はい、非常に球が重たいですね。でそういう面倒じゃないですよね。なるほど、はい、カーブで三振を取りました。先ほどはインサイドのボール見事にライトスタイルの力もあるようには思いますね。あー西本監督がだいぶ栗橋選手に個人的なアドバイスを与えていましたが、近鉄でないとやはり近鉄本来のチームっていう。三振という控えのね選手に置いとくにはちょっともったいないな気もしますけども。そうですね、そういう面のやダルだと思いますよ。ああそうですか。まあ平松さんそういうもんなんでしょう、はい、そう答えないですからね。そうですか。あーっとライカーゲームダブル、ゲームセット。結局5対3、広島がこれでタイにこぎつけました。2勝2敗。あ、山張ってますか。いや山張ってます。緩い球、はい、よほど本当に自分が実際に力を見まあそれにこのおっと高め空振り。